クリシャンの寄り道をお聞きの皆様こんにちは森翔んと申します今回の題は喜びを感じた瞬間ということでお話しさせていただきたいと思いますどうぞ最後までお付き合いください先日3年半ぶりに川口にある認知症専門病院にボランティアでゴスペルを歌いに行きました コロナがある前は2ヶ月に一度伺っていましたコンサートは皆さんご存知のふるさとや四季の歌など数曲ご一緒に歌いましたそしてオリジナルのゴスペルを歌わせていただきました聴いていてくださっていた皆さんとても喜んでくださり多くの方々が涙を流しながらうなずきながら 一曲一曲をいいてくださいました。私は歌いながらゴスペルを歌えることに喜びを感じた瞬間でしたコンサートが終わって聴いてくださった入所者の方々にご挨拶を一人一人にするのですが口々に「とても良かった」「楽しかった」「心が温かくなった」「胸がすっかりと きりとしたとお言葉をかけてくださいましたゴスペルを歌い続けてこれて良かった神様が聞いておられるお一人お一人に触れてくださっているんだと思わされました私にとってボランティアコンサートは喜びを感じた瞬間となりました最後までお聞きくださりありがとうございますそれではまた